前回の超わかる高校数学は、三角比の90度プラスマイナスθの形は2つのステップで処理する。ステップ1、90度が絡んだらプラスだろうがマイナスだろうが、サインはコサイン、コサインはサイン、タンジェントは逆数になる。ステップ2、角の居場所から符号を決定する。180度マイナスθの公式と混同しないように区別して覚えよう。次の問いに答えてください。3秒後に解説を始めます。では一緒に確認しよう。一つ目のポイントは、コサイン90度プラス θ イコールマイナスサイン θ、 サイン90度マイナス θ イコールコサイン θ、 コサイン180度マイナス θ イコールマイナスコサイン θ。 まずはコサイン90度プラス θ をマイナスサイン θ、 サイン90度マイナス θ をコサイン θ、 コサイン180度マイナス θ をマイナスコサイン θ に変形しよう。まとめるとこうなる。二つ目のポイントは、サインとコサインが混在する式は一方の三角比に統一しよう。この式はサインとコサインが混在していて次へ進めないから、サイン2乗θプラスコサイン2乗θイコール1の公式からコサイン2乗θを1マイナスサイン2乗θに変形して式をサインθに統一しよう。するとサインθの二次方程式が導ける。これを解けばサインθイコール3分の1または3分の2が導ける。三つ目のポイントは、サインからタンジェントの値を求めるときは直角三角形を書こう。ではサインθが3分の1、3分の2のときのタンジェントθの値をそれぞれ求めよう。サインθイコール3分の1を満たす鋭角θについて直角三角形を書くとこうなる。三平方の定理から横は2ルート2になるから、タンジェントθイコール2ルート2分の1で4分のルート2が一つ目の答え。次にサインθイコール3分の2を満たす鋭角θについて直角三角形を書くとこうなる。三平方の定理から横はルート5になるから、タンジェント θイコールルート5分の2で5分の2ルート5が2つ目の答え。コサイン90度プラス θ イコールマイナスサイン θ、 サイン90度マイナス θ イコールコサイン θ、 コサイン180度マイナス θ イコールマイナスコサイン θ。 サインとコサインが混在する式は一方の三角比に統一しよう。サインの値からタンジェントの値を求めるときは直角三角形を書こう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。